どうもこんにちは今から昼食を食べる人ですもう9月に入ってからですね睡眠欲と食欲がエグいんですよまあ食,欲食欲の秋とはよく言ったものですよねでいつ動画上がるかわかんないんだけど今日は土曜日ということでね、えー、おかずとご飯とそしてお味噌汁さらにカップうどん飲み物は冷たいお茶とでさカップヌードルシリーズよく買ってるんだけどカップ カップうどんってあったっけ初めて買うんですけど。これの確かカップそばバージョンは食べたことあるので、うどんは食べたことないのでね。今回初めてということでうどん大好物。去年の秋はね、そんなにお腹空かなかったからあんま食べなかったんだけど、今年は違いますね。もしかしたら太れる可能性がある。毎年太るキャンペーン実施してるんですけど、2キロ太ってもそのまた次の年は3キロ痩せてるとかね。結局プラマイゼロなんですよ。まあ、よく痩せてていいなって言われるんだけど、痩せすぎてるとね、やっぱ心配されちゃうから、太りすぎてても心配されちゃう。普通 やっぱちょうどいいんだろうね健康にちょっと気使いながらうまいもん食べて生きていこうかなと思っておりますやべ動画の尺が10秒ぐらい余っちゃったんだけど熊のプーさんのホラー映画が今度公開されるみたいでプーさん好きとしてはね楽しみではあるんですが気になる人は、ね、調べてみてください